どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。進めていきたいと思います。相変わらず遅い収録配信なんだけども、 CP プラスの方ちょっと僕今回行くのをやっぱりやめました。はい、確か前回の配信で僕多分一回言い間違えて CP プラスの開催日程を3月4日までみたいなことを言ったと思うんですよ。2回ぐらい喋ったうちの1回はそうだったんだけど、でも実際は3月3日までですよね、で今日までなんだけど、行くのやめました。理由としてはね、忙しすぎたとこがあるけど、天気も悪かったし、やっぱりこうあんまりハードウェア自体にそんなこう心を揺さぶられることなかったから、いいかなみたいな、そういう感じでねちょっと思っちゃって、そう、行きたいと思いあったけど、どっちかっていうとね、あれが行きたいね、来月か開催されるラスベガスかな、ラブショー、あれは絶対行ってみたい、一回は行ってみたいなと思ってね。あれはね、毎年本当にすごい発表結構どんどん出てるし、多分今回はそのブラックマジックさんがねあれを出すと思うんですよ。ダヴィンチリゾルブ16と、あとは、アーサーミリンの後継機とかね、そういったのを出すかもしれないっていう、とある方が言うのは、もしかしたら BMPCC ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K のプロ版が出るんじゃないかみたいなこともね、出たらいいなみたいな、そういうことも言っていたりするんで、すごく面白そうだなって僕は思ってますよ。はい、で、今回のお題はですね、映像素材販売サービスストックスペクトラム始動です。はい、今回僕はこの度ですね、個人事業主でありながら映像素材を販売するっていうね、ちょっと個人フリーマーケット的なノリで映像素材販売サービスを始めていきますが、ちょっとその話をねぼちぼちとしていきたいなと思っております。はい、先日の話なんですが、この今 BGM で流れているいつもお世話になっているサウンドストライプさんね、今流れている曲はInto the Dust っていう曲なんだけども、このサウンドストライプさんの僕が入っているプランは、スタンダードプランっていうのかな、一般的なプランだったんだけど、この度ですねちょっと仕事の関係でというか、アドビの関係でハイブレードプラン、プレミアムプランに入ることにしたんですよ。それどういうことかっていうと、スタンダードプランとプレミアムプランの違いっていうのはいくつかあって、そのうちの、一部しか僕は理解できてないんだけど、簡単に言えば効果音 SE も自由にいろんな種類のハイクオリティなものも使えるようになるっていう、プランなんですよ。他にもいくつかなんかいいのがあるらしいんだけど、僕は利用することないかなと思って全然チェックしてなくて、でその SE ね、ちょっと動画一部のね、オープニングのねアニメーションを作ることになって、そこでちょっとSE を欲しい、使いたいなって思ったんだけど、その時にね今まで利用してた Adobe のね、CC のクリエイティブクラウドの SE も多分使えないだろうと思って、要はデータ自体は手元にあるけど、CC ってね、フォントとかも一部使い放題だったり、あと効果音とかそういったものもね無償で使えたりするっていう実はあるんですよ。別途ダウンロードして、でそれをなくなったから使うために契約したってことです。ちょっとそれもまた本編で話していきます。ということで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。というわけで本編の方入っていきます。最後に話していたその、サウンドストライプさんのそのプレミアムプランっていうのが SE 効果音ね使い放題っていうので、今まで Adobe を利用していた時に利用させてもらっていた効果音と、効果音が使えなくなったであろうと思ってるから
契約者ってことなんだけど、今回の本編にねちょっとつながるんでね、今またちょっと追加で話をしてみました。はい、今回本題の前にですね、ちょっと先に今月のアンケートからいきましょうね。忘れちゃうんで、これ今月アンケートはデジカメ持ってますかです。まあ、CP プラスでね、結構皆さんの心というか頭の中でもね、新機種どうだとかね、まあ新しいレンズがとか、そういうカメラ関係のね、ちょっとこう考えがポチポチとこう浮かんでるのかなって思うんだけども、そもそも今皆さんカメラを持ってるのかな、で、まあ、デジカメを持ってるのかなって、特にまあそうね、この番組的にはデジタル一眼レフですか、ミラーレスでもいいけど、そういったの持っているかっていう質問です。はいが A、 いいえが B でお願いします。僕の場合はですね、これ思い返すと、だいたい2001年頃にですね、ソニーの DSC-P3 っていうカメラを購入しました。これ今YouTube 見てる方は、ぜひ画面を見てもらいたいんだけど、今ちょっと検索結果でね、その DSC-P3 っていうのをこう載っけてますけど、まあ今から考えたらだいぶやぼったい機種でね、282万画素ぐらいで、で、その当時としては珍しく動画性能が割と強めだったような気がするんだけど、僕それ初めて買った、買った時にね、なんだかな、すごい印象良かったんですよ。画質いい、まあ良かったのもあるけど、使いやすいし、あとレスポンスがすごく良かった。それからファインダーがね、結構好きでね。当時のファインダーっていうのはもちろん今と違って EVF ね。電動のビューファインダーなんていうのは搭載してないから、ただのガラスみたいな、そういう感じなんだけど、やっぱレスポンスがね、リアルで見れるから、それを見ながらこう、パシャパシャと撮るのが好きでした。なんかこう、液晶でね、覗いて構図を決めながら撮ることも当時からできたんだけど、確か。それは僕使ったことはなかったかなと思います。で、それで何千枚、何万枚か写真撮って、今見てもね、結構綺麗なんですよ。なんていうかこう、JPEG、全部 JPEG なんだけど、もちろん。拡大っていう、等倍で表示しても拡大しても、なんていうのかな、シャープネスも効きすぎでもなく、効かなすぎでもなく、メリハリがきちんとあって、色もなんていうかな、いい意味でパンチが効いてる、そのナチュラルなんだけど、その抑えるべきところは抑えてるみたいなね、そういう色合いでね、今見ても僕はいいカメラだったんだなって思うような画質でね、すごい気に入ってました。ただまあ難点はね、当時はなんだっけ、ソニーのメモリーカードなんだっけな、メモリーカードか細長いやつね、あれだけがちょっとね、不満だったかな。なんか高かったし。で、その後に買ったのが、キヤノンの、なんだっけな、イクシ30か。これもちょっと画像を載っけておきます。YouTube 見られてる方、ぜひね、画面その見いただけると、イクシデジタル30だ。ってやつでね。これを買いました。確か300万画素ぐらい行ったばっかの頃かな。買ったんだけど、デザインが最高なイクシだったっていうのが決め手なんだけどね、こっちの方はね、すごい不満が、今でもあるんですよ。なんかこう、なんか眠いガスというか、なんかもやっとしてる、常にもやっとしてるガスと、あとレスポンスの悪さね。デザインは最高なんだけど、質感も最高なんだけど、なんかこうそこら辺でモヤモヤした感じになってて、ちょっと辛い数年間を過ごした記憶ありますね。で、それから何台かデジカメをこう買いつないで、僕が初めてデジタル一眼レフ購入したのはキヤノンの EOS 5D 初代ですね。でした。当時働いていたデザイナーとして働いていた企業でね、ちょっと写真データが投稿されてきて、その時にとある旅館の夜景だったんですけど、その夜景がもうあまりにも綺麗すぎて、ノイズレスっていうね、このカメラは何だと思ってすぐにイグジフ情報を調べて機種突き止めたら、当時発売されたばっかりの、5D だったってことを
なんですけど、それですぐに購入して10年以上使って、今でも、まあ、動かなくなっちゃったけど、今でもちゃんとこう撮ってるっていうね、記念すべき1台なってますね。これはすごい気に入ってて、うん、なるもんなら今でも直したいみたいな、そんなカメラですよ、ね、こういう感じで皆さんぜひ、持ってるか持ってないかっていうのと、あとはその、まあ、カメラに寄せる思いみたいなものもね、ぜひお話していただけると、コメントとして残していただけるとありがたいかなと思います。はい、あ、そうだ、それとね、ちょっと先月のお題の Mac 持ってますかってやつで、ちょっとお一人、もう一人コメントいただいてて、それもちょっと今読ませていただきますね。カーマイン14さんって方からね、いただいたんだけど、多分この方はカーマインっていう名前で、ニックネームで、Twitter で、フォローしてくださってる方なんだけど、B ですと。2009年モデルの MacBook Pro から Mac ユーザーになりました。昨年の夏にタッチバー搭載モデルの MacBook Pro を買いましたが、どうにもあのキーボードに慣れることができず手放しました。キーボードの改良が行われるまでは少し Mac から離れることになりそうです。といただきました。ありがとうございます。2009年モデルってことはもう、まあ一応10年ばかしっていうことですか？うん、僕とそんなに変わんない感じですよね。で、もう一つ僕とあんまり変わんないなと思ったのは、乾燥。このタッチバー搭載モデルの MacBook Pro。これね、発売されたばっかりの頃、僕ツイッターに何回か書いてある気がするんだけど、実は僕もね、反対派なんですよ。見た瞬間に嫌だなって思ったのもあるし、実際に店頭で使ってみても使いづらいなって思った。これは理由としては、単純に言えば使わない。使わないのにアプリケーションによって表示が変わっちゃうっていうあのタッチバー、もちろん固定はできるみたいなんだけどね、そのアップルが提唱するような使い方はまずやらないですよ。普通に考えて、だって視線の移動量が増えるってだけでダメなのに、そのインターフェースが変わる、インターフェースというか、まあ入力の UI が変わるってことは、その時々本当にそのことあるごとにそのインターフェースを確認して、操作を確認して動かさなきゃいけない。なおかつその視線の移動量が激しい。これだけでも使い勝手が悪いって想像できるのに、そのあとはそのハードウェア的なフィードバックがない。キーボードをね、叩くようなあのフィジカルのフィードバックがないので、なんていうか普通の F キーだけ表示してても結局は使いづらいよねっていうのがもう本当に容易にわかる。って思って店頭で触ったら、まあ使いづらいことこの上ないね。あんなにひどいダサいのをやるっていうのはちょっと僕は正直信じられないです、今でも。使いやすいって方いるとは思うんですよ、もちろん。ただ業務で使ってると、やっぱりそのファンクションキーっていうのはすごく重要だし、頻繁に使うんですよ。だからこそそのほとんど普段見ないでもう指で覚えてみたいな、そういうのに近いので、そのフィジカル的なフィードバックとか大事だし、その毎回デフォルトでいつももちろん機能は固定しててほしいとか、そういうのがやっぱあるんで、なんかこう業務目線で見ちゃうと、ものすごいこう素人さん向けの機能に思えちゃうんですよね。あれね、本当に僕も今 MacBook Pro 欲しいなって思ってるけど、正直そのハイエンドモデルで、なんだっけ、そのキーボードっていうか、タッチバーの搭載モデルじゃないやつがもしあれば、絶対にそっちを選択します。ね。ほんと。まあでも、カーマインさんはよほど気に入らなかったんでしょうね。手放しちゃったっていう。キーボードの改良が行われるまでは、少し Mac から離れることになりそうですとありますが、まあこれは当分は変えないかなって感じですかね。まあもう少し、僕もそうですが、生温かく見守ってやりましょう。はい。というわけで、本編の方に入っていきますよ。ちょっと長くなっちゃったんだけど、今回のお題は映像素材販売サービスストックスペクトラム始動です。はい。このストックスペクトラムっていうのは、映像素材販売サービスですの、サービス名。僕が考えました。一瞬で。はい。で、今もう YouTube の方のチャンネルも作って、そこでサンプルをね、配信するような
お見せできるような環境にしようと思って、今、だらだら作業します。いや今もう確定申告とかいろいろ忙しいんだよ。なんか、大変なんで、ちょっと、後手後手になってて、本当は年初から始める予定だったんだけど、で、ちょっとね、方々にちょっと相談したりとかしたんだけど、さすがにこの長引いちゃまずいってんで、今、完全に動き出してないんだけど、もう今行っちゃえみたいな。まあ、じゃないと永遠これやらないぞということになって、もう今行っちゃってますけど、そのストックスペクトラムは基本的には今のところは動画の素材販売サービスっていう風な、なんていうかな、名目でやっております。話さなきゃいけないことはたくさんあるんであれだけど、まあ要は法的な問題とかもどうしようかなとか、いろいろね、その配送受け、受注とかどういう風にシステム組もうかとか、そういったのもいろいろ考えた末ね、まあ初めの頃は全然案件なんて来ないだろうっていうのでね、なんていうの、人海戦術っていうんですか、人海戦術じゃないな、全部自分でやるみたいな感じ。メールで発注受注し、で請求書、まあペイパルのね、なんていうかな、請求書さ、作成送付サービス的なやつを利用して振り込んでもらって、確認次第データを送るみたいな、そういうちょっと泥臭い感じにから行こうかなと思ってますけど、まあそもそもね、なんでこれをやろうかって思った話からちょっと、時間がなくなってきたので手短に行くと、昔からやりたかったんですよ、昔から。だいたいね、もう6年ぐらい前かな、それこそ 5D Mark III を買ったあたりから。で、それを想定して素材をのつもりで撮ってたのもあったんだけど、この番組ではたびたび言ってる、ちょっとキャノンユーザーさんには辛い話ですが、あの 5D Mark III の画質はもう僕嫌いだったんですよ。はい。これは嫌だと思って、もう速攻ボツって。で、それから、その後あれか、ソニーの DSC、なんだっけ、違う、マーク2ですよ。何かの。なんだっけ。アルファじゃないやつね。ちょっとでっかいコンパクトカメラみたいな。あれで買った時に、これあったらいけそうだと思ったんだけど、まあ、カラーグレーディングをしようとすると、ダヴィンチリゾルブがめっちゃ重かった。重すぎて動かす気がしなかったみたいなのがあったりとかして、結局これもね、一応素材としていくつか撮ってんだけど、まだあんまりすぐやる気なくしちゃったみたいな。で、本格的にできるなって思ったのがアーサーミニを買ったあたりからかな。カラー買ってきて、ようやくそのプロレスとかで撮って簡単にカラーグレーディングができるような環境になり、これでいけるぞと思って、ダヴィンチ、重かったけど、たまに持ち歩いては、そういう素材をつもり取ったんですよ。で、それが今回、年末に入って購入できた、届いた、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K。ね。それの導入によって、いよいよこれはもうやる時が来た。っていうことで、急遽、ね、知人に話し、ちょっとね、一緒にやろうよと。いうことで、名称をすぐに決めて、ロゴも作り、で、素材をお互いに持ち寄ろうよっていう風な話をしたんですよ。はい。まあ、こういうちょっとね、つらつら話してきたけど、このサービスのね、ちょっとすごくいいところ、これはちょっとカメラ好きというか、写真好きの人にはね、お、結構すごいかもよって思ってもらえるようなポイントなんだけど、要は、コアというか、ニッチな情報かもしれないけど、この僕がやろうとしてるサービスって、一般的にそのある写真、動画の素材サービスと違うところがあって、それは、完全ではないかもしれないけど、基本すべて 4K。はい。で、僕が撮影するものにおいては、すべてプロレスがロー。なおかつグレーディングももちろんしてる。で、もっと言うと、例えば、まあ基本素材として撮るのは、基本的には、デジタル、あ、じゃシネマ DNG ローを利用するつもりなんだけど、もしくはその、これから出るであろう、ブラックマジックローを
利用するつもりなんだけど、その納品するデータっていうのはそのオリジナルのシネマ DNG ローなりブラックマジックロープラスカラーグレーディングをしたプロレス444とかできれば、まあ、422HQ とかねを両方添付した上で5000円っていうね、そういうのを、今やろうとします。5000円っていうのはちょっともう一人の、その知人からもちょっとね、反対くらいそうでね、もしかして変動するかもしれないけど、まあ、とりあえず今のところ5000円で、まあ、今後ね、システムとか組み込んでなんとかって言ったら、もちろんそれは費用を改定する必要性に迫られるかもしれないけど、今のところは基本的にそのシステムがどうこうっていうのも全くなくて、ただ僕が頑張ればいいだけなんで、それにまだ売れないだろうしっていう。なので、5000円という超爆安価格に設定しています。はい。ここら辺がね、すごい、革新的なところだなって思ってて、まあ一般的なその素材販売サイトだと、まあ、まあ、結局投稿する人によるんだけど、その素材がね、結局ダウンロードしてみたらっていうか、その圧縮素材 MP4 とかだったりするのはザラなんですよ。まあ、よくてもモブ、まあ要はプロレスだったりする可能性もあるけど、でもそれって結局その投稿する側のカメラのスペックとか、もしくはその人の方針とかによって様々なんでね、分かれちゃう。まあちょ、で、まあ一応見てくれ的にはいいかもしれないけど、例えばミュージックビデオ用途で購入してダウンロードしてみたら、思いのほかデータがチープでいじりづらかったりとか、そういうのってあると思うんですよ。で、僕の場合は、そういうのを一気に解決するためにデータめっちゃ重いけど、もうオリジナルの DNG ローだったり、ブラックマジックローだったりがもう入ってるんで、サクッと使いたいときにはプロレスを使ってもらう。で、自分なりのアレンジを加えてもらいたかったらもう、そのローの方をいじってもらうっていうね、こんなめっちゃハイエンドなね、こうデータを5000円で提供するっていう、まあ今回ね、ちょっと他の企業さんがサービスしてるのちょっと調べてみたんですよ。その素材販売サイトのサービスを調べてみたら、まあ高い高いで有名というか、それイメージしかないアマナさんだと、まあ物によりけりなんだろうけど、僕が見た限りだと S サイズとか M サイズが 4K はあるみたいだけど、 4K は価格書いてないかな。S サイズが 864×486 だから、大体まあ SD サイズですよね、本当に。が8208円、あ、違う。通常価格が12,60円。これ税込みです。で、M サイズ。これがフル HD の1個下の HD、1280×720ピクセルが、通常価格が19,440円。で、4K だと多分この倍ぐらいするんじゃないかなって考えると、4万円ぐらいか。まあ、そんな感じになると。で、ピクサさんの方はね、割とお安くて、フル HD までの価格しかないから、多分 4K ってのはまだそんな数揃えてないと思うんだけど、フル HD だと9,720円。うん。9,720円。これかなり安い部類に入るんじゃないかな。はい。んで、まあ、シャッターストック。これ僕も今登録していくつか出してるんだけど、シャッターストックさんだと HD、まあ、フル HD ね。これだと8,800円。ものによりけるだろうけど、だって 4K だと2万円とか、まあ、3万円強、まあ、4万円弱ぐらいのやつとかあったりするんで、やっぱりその 4K、あとあれか。アドビストックなんだっけ、あれは確か前僕調べた時に25,000円ぐらいだったんですよ。4K が。うん。確か。ものによるかもしれないけど。まあだから 4K 素材っていうと、どんなに安くても2万円以上。はい。で、なおかつそれで購入したとしても、MP4 だったり、圧縮素材だったりする可能性があるところを、僕はもうその、ローも含め、もちろん、ローじゃないデータもあると思うんですよ。プロレスで撮るとかって必要性はある場面があると思うんだけど、基本的にはローで撮り、それをグレーディングしたものを添付し、両方入れて5000円で販売するっていうね、超爆安っていう。うん。今画面、YouTube の画面見てもらえばね、僕が先日、YouTube の YMR チャンネルの方で公開した梅の木の映像サンプルみたいなものを、公開してるんだけど、あちらの方もね、実はその素材を落として撮影しているということでね、
これからすごいこう春めいてきて、いろいろこうなんていうかな、見どころが増えるのかな、行楽シーズンじゃないですか。だから僕もちょっと今回、まあこのね、いろいろ機材も買ったことだし、いろいろ回ろうかなと思ってるわけですよ。はい。だからまあ本サービス始動するまではね、まだ多分今月中旬以降になるんだろうけど、ひとまずこんな感じで動きますよってことだけね、ちょっとお伝えできればいいかなと思って、今回ね、主題として扱わせていただいた次第ですよ。ちょっと分かりづらい話になっちゃったかなと思うんですが、もう言い忘れたことはないかな。大丈夫か。じゃあ、そろそろエンディングですね。はい。確か前回の話で出たような気がするんですが、ミントっていうポイントを発行できるサービスの話をしたと思うんですが、あれちょっとね、名前を決めました。私は今 YMR チャンネルのオリジナルポイントの名称を決めて、これから申請してみようと思ってます。はい、まだ申請はしないですけど、考えたポイントはですね、 YMR と書いてヤムーポイントっていうのどっかで聞いたことありそうな名称なんだけど、ヤムーポイントをね、発行してみたいなと思います。はい、ヤムーポイントね、これはちょっとね、どういう時にそのポイントを付与するかっていうのはちょっと悩みどころなんだけど、まずはそのサイトの、まあ僕は、局地のサイトのポッドキャストのシェアしてもらう、まあツイッターでシェアしてもらうとか、あとは僕自身がツイッターで投稿した YouTube の配信告知に対してのリツイートとか、そういったのが、まあそのリツイートはちょっとできるか分かんないんだけど、そういったのから始めていって、徐々に、まあ、拡大していこうかなと。まあ例えばね、直で会って話する人とかにはポイント多めにとかね、そういうふうになんかこういろいろ、なんていうかな、自分で決められるらしいんで、直接会って対面でそのポイント付与することもね、できるってことなんで、いろいろこう柔軟にいけるかなと思ってるんですよ。で、前回、まあまあその、ポイントでどうこうってなると、ほら、結局何が、じゃあポイント貯めたら得するんだって話になるじゃないですか。で、まあ、そこもね、やっぱり僕もそこら辺考えてるんだけど、一応、そのノベルティグッズみたいなのも作れる技術はあるんで、この際でか作っちまうかというのもあるし、それとはまた別に相変わらず YouTube でいろいろこうレビューする関係上、やっぱいろいろ送られてくるんですよ。はい、いろいろあるんだけど、それをなんていうか上げたいなと。はい、たくさん持っててもしょうがないんでね、はい、売るわけにもいかんし、だから僕のね、そのポイントのやつのね、景品は結構半端ないかもしれないんだよね。なんかもしかしたらかなり高いかもしれない。ということでね、またこれ細かい仕様とかなんとか決まったら、ま、逐次そのツイッターの方でシェアしていくというか出していくので、ぜひね、ポイントを貯める意味でこのYMRチャンネルの応援をよろしくお願いしますって感じですかね。いや、今日いろいろこうトントントンと話してきてじゃないですか。今日自分なりに割とね、こううまく話せたな、うまくまとめられたなって思うんだけど、なんでだろうって思ったら眠くないんだよね。今の時間19時20分、一応配信するのが3月の3日10時ぐらい、22時を予定してるんだけど、3月3日の今19時20分なわけですよ。7時頃、眠くないとこんな楽なんだなと思ったね。やっぱ大事ですよ。そんな時間に追われてね、アクセクこうものづくりしたらいかんなってことですね、これ。まあ、そんな感じです。コメントなんだっけ、今月のお題なんかに関してもね、なんていうかこうポイントじゃなくてもいいから、やっぱもうちょっとこう直接的なメリットがある方法なんかないかなっていろいろ考え中なんですよ。これちょっと難しいかもしれないけどね、とりあえずぜひまずコメントをどんどんお寄せくださいということで、お届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。